大変長らくお待たせいたしました。ただいまより大相撲7月場所8日目の取り組みを開始いたします。西方藤原、東京都墨田区出身、時津風部屋。東方来輝翔、大阪市生野区出身、時尾山部屋。Yeah!
西方安王将、宮城県栗原市出身安治川部屋。東方龍馬、愛知県岡崎市出身放駒部屋。送り出して安王将の勝ち。西方勝錦、静岡県掛川市出身錦戸部屋。東方明の波、長崎県大村市出身立浪部屋。ただの表について説明いたします。上位順番では
東葛西市を挙げましたが、同体ではないかと思いますし、共に射撃は西葛西市長、加藤勝地に出ており、軍配通り、東葛西市を発表いたします。明けの波の勝ち。西方伊達の海、宮城県石巻市出身伊勢の海部屋。東方桜井、茨城県稲敷市出身鳴門部屋。寄り切って桜井の勝ち。西方勝富士、茨城県古河市出身伊勢ヶ浜部屋。東方幸乃山、岡山県真庭市出身高田川部屋。押し出して勝富士の勝ち。
西方霧丸、名古屋市明洞区出身陸奥部屋。東方照ノ里、愛媛県四国中央市出身田子ノ浦部屋。押し出して照ノ里の勝ち。